という投手戦です。まずは得点圏にランナーをと、今日は送りバントが1回決まっている巨人です。ナイスバントになりましたが、セカンドへ。フォースプレーは一塁はダブルプレーは免れたんですが、今石川の判断はいかがですか。いや、ナイスプレーですよ ね。もう最初からその二塁で殺す、あのアウトにするっていう気持ちがあったから、ああいうプレーができたと思うんですよね。そうですよね。いいバントには見えたんですが、この俊敏な判断です。なるほどね。見事なセカンド封殺、フォースアウト。